私の敷島駅の名残は一切ねえな。ここは当時から変わんねえ階段が。まあこっからの流れも、ああ眺めも変わんねえけど、この河川がもうすぐ変わるかな。だな、昔感謝が、国鉄の感謝がのスーパータコの向こう側にあったんだよな。それよく覚えてるで。ここもこんな浅田にかかる、まあ意味のねえ橋がこうかけられて、まあそこの古民家、まあからでっけえだな、多分誰も住んでねえんだな。こういうところで、まあ、事業復活、カブトのメスかな、カラスが食いに来たんかもしんね。いや、先客がいるな、先客が。先客がいるよ、あんなところに。まあマナーよく取るべということで、俺はじゃああそこに人がいるから、あーいや、こっちから取るか。今日は土曜なんでね、子供はとりあえず見なくってもまあ大丈夫なんで。いやあそこ一番いい場所なんだけどな。まあいっか。1600、もうすぐ来んな、もうじきだ。彼がいなきゃ俺はあっちに行ってるはずだったんだけど、まあいいや。よいしょ、ここで座って撮るかね。EL 容疑者みなかみで、その容疑者が漢字じゃねえっつうところがよくわかんねんな。なんでこうローマ字を溢れさせるのかよくわかんねえな。まあ踏切が鳴るのが一つ、電車が近づいてくるっつ証拠になるんで。政府見解だともう今マスクを外すしてもいいってことになってるけど、やっぱり誰も外さねえんだ。なあ、一人でそこにいてマスクしてるんだから、まあそれは政府見解と異なることをやってるっていうことか。
ああ、携帯2個持ってきたから、もう1個持ってくればよかったな。もう今さら取りに行けねえ。SL だとな、煙がどの辺に来てるかで、ああ宮田の辺だな、樽の辺だなっつうのは分かるんだけど、あ、踏切が鳴った。まもなく下り線を列車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。何が引っ張ってるんかな、64かな。まもなく下り線を列車が通過します。ご注意ください。やっぱり国鉄色の64かな、これ。かっこいい。しいな。窓開けて手を振る感じもなく、でこっちは撮影を終えてこう歩いてきてる。まあ頻繁にここに来るんだけど、いまだ、まあ同級生にもあねえし、ここでね、先輩には一回会った時あるけどな、だいぶ前だけど、さあ帰るべ。